はい、3拠点進出組をまたインタビューしたいと思います。先ほどより調子上がってきてるような感じしますけど、いかがですか？はい、さっきの緊張感は少しなくなったので、少しいつも通りに近づけたかなと思います。はい、せっかくここまで来れたので、もう一つ上を目指して頑張りたいと思います。はい、期待します。皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。今回、3拠点に進出したペアを紹介したいと思います。先ほどよりもかなりキレのある踊りをしていました。どうぞ一言お願いします。これからどんどんエンジン上げていくんでよろしくお願いします。そうですね、フロアのスピードも速くなってくるので気合い入れていきたいと思います。この後も楽しみですね。皆さん応援よろしくお願いします。はい、ただいま3次予選の結果が出たばかりということで、2次予選の結果ですね。今訂正が入りました。2次予選の結果で3次予選進出の結果になってますね。どうぞ。無事3次予選に残ることができました。次も一生懸命頑張って、そのまた次に向けて頑張ります。頑張ります。以上、速報でした。ということでシード選手のインタビューをしたいと思います。まずお名前をお願いします。はい、佐藤のみやきダンススクールの大西渡と大西千春です。さあ、これから今日1回目のダンスということなんですけども、今日の調子と意気込みをお願いします。はい、今日の調子は今一発目なんですけど、だいぶ気持ちが高ぶってきたので、抑えながら丁寧にしっかりといい踊りをしたいと思います。はい、頑張って踊り切りたいと思います。では北海道のダンス愛好家、そして生徒の皆さんへのメッセージをお願いします。はい、皆さんの応援のおかげでこうして、いつも自分たちのダンスも磨いていけてますので、本当にありがとうございます。今日もしっかりと自分たちのダンスを貫いていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、大西組のインタビューでした。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ここでスペシャルな人にインタビューをお名前をお願いします。北海道から来ました浅村です。九州から来ました大山です。というジョークを言えるのはやはり大阪の人なので、ね、今日の意気込みなんかを聞いてみてもいいですか？北海道の選手に負けないように頑張ります。負けないでもいいですよ。では北海道にもファンがたくさんいると思いますので、北海道のダンス愛好家に向けてメッセージをお願いします。北海道の皆さん、ご贔屓の選手いらっしゃると思うんですけど、その選手をまず第一に応援していただいて、その次でいいんで、その次はぜひ浅村を応援してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。動画です。動画北海道インター遊びに行きます。あ、そうですか。はい、さあ、こちらの方はもう言わなくても分かりますね。金光先生が6月の北海道インターに来てくれるということなんで。はい、遊びに温泉使いに行きます。あ、そうですか。プレミアムデモもあるんですけど。はい、どなたかと一緒に、頑張って努力したいと思います。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。すごい一言いただきました。する気がしちゃった。探さなきゃ探さなきゃ。交互期待ですね。どうなるかは分かんないですけども、頑張ります。